増原義武は、日本の元政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。広島県広島市出身。現在、広島経済大学経済学部教授。ザウの名は、人間いたるところに、青山あり。消費者金融業界の政治団体、全国家資金業政治連盟から、パーティー券購入などにより資金提供を受けていると、新聞赤旗により報道された。 政治信条は、すべての制度、政策について良いものは継承し、時代に合わなくなったものは勇気を持って変えていくこと。山本和田、河野太郎などと共に、大北朝鮮外交カードを考える会を立ち上げ、2004年に外為法の改正案、特定船舶入港禁止法案の策定に携わる。自民党金融調査会貸金業制度等に関する、商委員会委員長として、 多重債務者を出さないための貸金業法の抜本的見直しに取り組み、最終的に上限金利を20%に引き下げて、グレーゾーン金利を撤廃する一方、クレジットクランチを引き起こさないために25.5%の特例公金利は2年間継続する法改正案を取りまとめた。大倉省時代に主税局、国税庁課長を務め、自民党税制調査会の幹事。 大倉省時代に環境庁へ出向し、環境基本法の策定に携わる。2004年に環境税を推進する若手議員の会を結成し、幹事長を務める。2008年には自民党地球温暖化対策推進本部の事務局長代理にも就任。2008年8月には食品安全並びに消費者行政担当の内閣府副大臣に就任し、 事故前の不正転売問題においては、流通経路の解明や再発防止策を検討する省庁横断チームの一員として検査体制の改革案等を発表した。ありがとうございます。